12月2日木曜日、本日の福岡の天気は晴れのち曇り、最高気温は11度、最低気温は4度、福岡明太子地位向上協会がお届けする、明太子ヘッドラインニュース。おは明太、メンチ協広報の大塚拓磨です。この番組は我々メンチ協の理事長である田口明太子が日々収集している明太子ニュースを皆様にも共有する番組です。さて今回で第32回です。本日も田口明太子理事長とズーム収録をしております。理事長、おは明太。おは明太。いや今日最低気温4度ですよ。もう寒すぎ。いや寒すぎますよ。部屋の中にいてもすごい寒いもん。朝起きたくないですもんね。もうねえ、だからこれから私出かけるんですけど、もうダウンジャケットみたいの着てった方がいいですよね。いやそうでしょうね。もう最高気温11度ってことは、もうこれから上がらないってことなんで。最悪だ。マフラーも持ってこ。はい、完全防備でお願いします、はい、完全防備で出かけてきます。はい、それでは本日の明太子ヘッドラインニュースです。アンジュルム為永紫苑、明太子クリームオムライスで至福の時。アンジュルム為永紫苑がオフィシャルブログを更新、念願の明太子クリームオムライスを食べに行ったことを報告しました。その後タラコスパゲティの誘惑にも負け、幸せな一日になったそうです。ということで、あのアンジュルムの方々ってもう何度かヘッドラインニュースで取り上げてますよね。取り上げてますよね。私ももうアンジュルムっていうグループ名は完全に覚えましたもん。あ、そうですよね。なんか何度か見かけた気がして、はい、今年福岡公演で来てた時に皆さんがね、たくさん明太子のお土産買ってってたイメージです。あ、なるほどなるほど。福岡公演の時にね、うん、そう、もう結構ね、いろいろなアイドルの方々紹介してきましたけれども、まあ、その中でもハロプロということで大物ですからね、はい、そうですよ、うん、でこの為永紫苑さんは、はい、明太子クリームオムライスを食べたということで、写真を、ね、一緒に載せてますけれども、これかなり明太子たっぷりですね。そうそう、これねすごく本当に私も行きたいと思って調べちゃった。おお、調べられるんですかこれ。あのね、明太子クリームオムライスで調べて、多分ほら芸能人の方だから店名言っちゃうとあれなんじゃないですか。まあまあそうですよね。そうで、まあ私もなんかほら憶測になっちゃうから、もしかしたら違うかもしれないから、なんか言うのあれかなと思ったけど、目黒にあるレストランですね。ああ、この写真と同じようなものを見つけたという意味合いですかね。そうそうそう、明太子クリームオムライスで検索したらそっくりの写真が出てきて、お店のね、あの中の写真とかもね多分一緒なのでちょっとね気持ち悪い検索の仕方しちゃった。ちょっと特定犯みたいな感じになってますけど、ストーカーみたいになっちゃった。さらにタラコスパゲティも食べてると。いや、これってあれですよね、ブログの書き方だとこれ1日で食べてますよね多分。いや、そうですよね。だからこれは同じお店のメニューなんですかね。え、でも違うんじゃないですか。これはタラコスパゲッティなんだけど、歩いてたら看板のメニューとお店の名前が目に入って気づいたら入ってましたって書いてあるから、ちょっとこれは明太子クリームオムライスを食べてまた街歩きを再開した後でまたタラコスパゲッティを見つけて入ったっていうことですか、うん、そんな感じなのかなって私は思ってる。え、そんな人います？いや、いないですよね。いや、だからいや、でもこのブログの書き方だとそうなんじゃないと思って私は落ち着いたんですけど。いや、アイドルでしょ、こんなはしゃいで大丈夫なんですかねえ、どうなんだろう。でも最後デザートにって書いてあるから絶対これ1日ですもんね。いや、すごいな。なんかこんなに食べてもこのスタイルを維持できるの本当に羨ましいなって思います大塚氏としてはね。いやなるほど、すごいすごい、うん。まあアンジュルムの方々ね、かなり何度もこう明太子メニュー
食べたりとか明太子買ったよって報告だったりとかいろいろ明太子の話題をねブログに取り上げてくれてるみたいなんで、まあ、今後ともね、ぜひどんどん明太子の話を書いてほしいですね。そうですね、為永さんも以前私見落としてたけど明太子ふりかけに納豆とっていう福屋さんの商品を買って食べたよっていう報告をしてたりもしますので、うん、またね今後アンジュルムの皆さんが何を買って何を食べていくのかっていうのが気になりますね。そうですね、ちょっと明太ストーキングをしていきましょうかね、うん、あとねまたこのオムライスも私行ったら載せますよ今度。あの全く同じ構図で撮ってみてくださいあそうですね同じ構図で、ああそれいいかも、ちょっと行ったらやってみます。はい、はい、ということで、次のニュースです。和光明太子とチーズのじゃがいもコロッケ販売開始。とんかつ和光テイクアウト売店が北海道産北あかり明太子とチーズのじゃがいもコロッケの販売を開始。2022年2月下旬までの期間限定商品ですということで、和光のコロッケの中に明太子が入ったものが冬季限定で出るよっていうニュースですね。そうなんですよ、これとんかつ和光って今見たら福岡ないんですね。ないんですようんうん、だから私はねすごい馴染みあるけど、うん、大塚さんは知らないのか和光は。そうですね、和光は実店舗は知らないですね。あ、そうなんですね。私これねおじいちゃんと歯の矯正に通ってた時にね、うん、帰り道に和光があってちょくちょく行ってたんですよ。はい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 、その思い出があってね一口ヒレカツご飯セット食べてましたよよくなんか何とも言えないエピソードだな。それをねそれを思い出しました、今メニューを見てて。北海道産北あかりというのがじゃがいもの品種なんですね。で、このホクホクコロッケに明太子とチーズを挟んだということで、まあその明太子に関する言及はちょっとサイトの方にはもう明太子としか書かれてないのでどんなものなのかわからない。あんまりないんですよね。これもちょっと東京視察案件なので私がねあの和光を通ったらまた買って報告はしたいなと思います。ちょっとこれね、まあ、写真見ると確かにしっかりね明太子の意外とたくさん入ってるように見えるんですよね、うん、写真は見える結構入ってそうですよ。そうそうそう、ただまあこの写真の通りなのかっていうね、うん、疑念もやっぱりありますのでちょっと明太パトロールお願いします。まあね、うん、写真と実際がね異なるありがちだから、販売期間は2021年12月1日から来年22年2月下旬までということで、はい、結構長く食べれるみたいになってみてくださいということで、次のニュースです。アレクサで福屋の明太子を食べようキャンペーン開始。福屋がアレクサで福屋の明太子を食べようポイントバックキャンペーンを開始しました。期間中にアレクサ経由で対象商品を購入すると福屋 EC サイト新規会員対象で福屋ポイント3240円分バック先着300名、アレクサ福屋水筒よと話しかけてみましょう。これね僕さっき話しかけてみましたよアレクサに。どうでした、反応した？そしたらあの福屋のキャンペーン商品を表示するので好きなものを選べばって言われました。それで選んで買うとポイントがバックされるってことなんですね、うん、そうですそうです。だからアレクサの画面上にですね福屋の味の明太子がこうドンって出てきて、うん、どれにしますかみたいなカタログみたいな感じになりましたね。そうなんですね、すごい。私アレクサ使ったことないから全然ピンときてなかったけど、こういうキャンペーンよくあんのかな。どうなんでしょうね、このまあアレクサとコラボ、そのアレクサで買おうみたいな、うん、ちょっと面白いですよね。ね、面白いですよね、あんまり他で聞いたことない。うん、まあね、あの言ってみようかなって思いますもんね、やっぱね、こうやって。思う思う。それでね、言うとじゃあ買ってみようかなって意外となりますよね、多分。うん、なるかもしれない。対象商品味の明太子 300g をご購入いただいた福屋 EC サイトの新規会員様を対象に、福屋ポイントを3240円分ポイントバック。その味の明太子レギュラー 300g はいくらって出てきました？3240円ですね。あー、じゃあそれ分ってことですね。福屋さんってこういういろいろな、なんていうか新しいこう購買のシステムみたいなのもなんかどんどん取り入れてるイメージなんで、
また面白いですね。ね、ぜひアレクサをお持ちの方はですね、服や水筒よと、お声かけしてみてください。ということで本日の明太子ヘッドラインニュースは以上です。しおんちゃん、やっぱ羨ましいですね。オムライス食べた帰り道にたらこスパゲッティとか食べてみたいものですよ、はい、食べればいいんじゃないんですか。いや、なんすかね、あのなんか最近太ったわみたいなこと言うやつとかFacebook とかでは信じられないぐらいご飯いっぱい食べてるやつとかいるんですけど、そんなに太ってないんですよね、はい、大塚さんから見たら。そうで、僕ね、そんなにね、うん、食べてないんですよ別に。あの、はい、なんかそう言うとすぐね、はい、こう僕よりも痩せた人たちが、あの、はい、いやいやそんなこと言いながら食べてるんだってっていうのがめっちゃムカつくんですよマジで食ってないから。で、はい、で僕こう通勤っていうことがなくなって、はい、あのすごくよく太るようになったんですよ。で家で作業するじゃないですか、うん、あの友達で自動販売機の仕事してる人がいるんですけど、はい、彼は働いたら働いただけこう体が引き締まっていくんですね。はいはい。でも僕は働けば働くほど太っていくんですよあ、そこが問題だったんです。その食べてるじゃなくて運動しなくなったからってこと。そうだから体を動かさなくなった、その唯一通勤ってことすらもなくなってしまった、はい、っていうことでとってもよく太るようになり、元から太りやすかったのに、はい、より一層なんかブーストかかったみたいな感じになっちゃって、はい、でも全然痩せなくなっちゃってっていうことで、ちょっとそれ何とかならんかなと思って、今あのブラックフライデーって言ってね、明日までか、あのアマゾンでいろんなものが安くなってるんですけど、はい、いや見つけたんですよ。わあ、何見つけたんですか。ながらバイクっていう商品名、どういう商品なんですかそれ。すっごい頑丈なテーブルがエアロバイクにくっついてて、はい、はい、であのパソコンをね上に置けるんですよ。へえ。つまりですね、あの、はい、これまであの働いてる間一切運動できなくて、働けば働くほど太っていたのが、はいはい、これからは革命ですよ、はい、働けば働くほど痩せるんですよ。すごいなそれ。でもやってみたんですかそれ。やりました。ずっとね漕ぎ続けるんでやっぱり汗かくんですよね、はい、はい、でその間に僕ポッドキャストの編集を1本やったんですけど、はいはい、いや、いい面めっちゃあって、そのまず、はい、まあ普通にポッドキャストの編集しながら運動ができて、あのカロリー消費が390キロカロリーその間に、はい、っていうのまずありがたいし、こう時間を計測してくれるわけですよ、その、はい、何分やりましたよって。で、はい、あの70分やってたんですね編集を、はいはい、だからあのバイクを漕いでる時間によってその自分が仕事にかかった時間も分かるっていう。はい。そう。で、あ、自分はポッドキャストの編集に70分かかってるんだなってことも分かったし、うんうん、そういう面も良くて、これね、多分続けていったら、これとんでもないことになりますよ。これ今写真、大塚さんのツイッターで見てるけど、本当だ。これ漕ぎながら仕事やるってなんか気散らないんですか？それはできるの？そうって思うでしょ？そう、うん、でもねこれね、なんだろうな、僕もそれ気になったんですよ、あの、はい、何も考えられなくなるんじゃないかと思って、はい、でもさすがにやっぱり、ね、そこまではいかないですね。だからこう気分としては本当に、はい、例えばスポーツしてる時って体を動かしながら考えるじゃないですか、はい、サッカーとか球技したりとかする時に、はい、なんかそんな感じです、はい、うーん、あの足回していくだけの単純運動なんで、はい、あんまり頭使わないでいいじゃないですか、そっちの体の動きとか、はいはい、全然できるし、はい、でなんかこう無意識にずっと足が動いていく感じになるので、うんうんうん、やめた時になんか足めっちゃきつってなる感じ。あのパソコンが置いてある台は揺れないんですか？これがねめちゃくちゃ頑丈なんですよ。やっぱこの辺がね、うん、日本メーカーというかアルインコのおかげですよね、はい、あんま期待してなかったんですけど、もうすごくいい作りです、はい、これ。あ、そうなんだ。じゃあこれはちょっと期待大ですね。はい。ね、YouTube でずっと僕の姿は出てるので、なんか皆さんに、はい、あれ大塚さん痩せましたって動画で気づかれるぐらいちょっと頑張ろうと思います。はい、ということで、今後も福岡明太子地位向上協会の発信にご注目ください。お聞きくださいましてありがとうございます。けとうだら、多分また明日。明日。